Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. どうも、激辛ラジオニュース、今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、というわけで今回ですね、東京高田馬場にありますラーメン屋さん、石器ラーメン高田馬場に来ております。こちらですね、まあ、特徴としてはですね、熱々の、石器にですね、熱々のスープ、300度以上のね、熱々のラーメンが楽しめるところで今回やっていくんですけれども、なんとここに世にも恐ろしい激辛メニューがあるということで今回やってまいりました。そちらのラーメンがですね、氷河ラーメンというね、激辛メニューなんですけれども、こちらなんと、過去にね、世界一辛い唐辛子としてギネス登録もされたあのハバネロ、そしてね、青唐辛子、赤唐辛子、もういろんなね、辛いものをこれでもかこれでもかと詰めた、激辛メニューになります。はい、ごめんなさい、ちなみに、この5倍でしたっけ。はい、5倍って、なんか食べた方と か, なんか完食率とか、た例えば 100人中何人食べましたよとか。今まで完食で1人だけです。なるほど、それは恐ろしい過去にね、1人しか完食されたことがない、超超激辛メニューということで、やばいね、やばいね、ちょっとね、ビビってます、ビビってますけれども、ケツから火をつけてやっていきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。これを全部入れるんですか。はい、これは何が混ざってるんですかね。先ほど言ったハバネロ。ハバネロ、こんなかかってるんですか、すごいな。いただきます。さあ、氷河ラーメン辛さ5倍、お手並み拝見ですよ。ということで、じゃあちょっと熱々、これ待ってね、ちょっと冷ましたいところですけれども、これ待っても意味ないで、これね、早速ちょっとスープからいきます。いただきます。怖いな、あ強烈、うーん、これはえぐいな。あ、もうね、この唐辛子の辛みとこの山椒のしびれ、ダブルパンチ。そしてさらにこの厚さが加わって、これはとんでもないな。麺はちょっと太麺ですね。この熱々の辛いスープがよく麺に絡みつきますけれども、強烈だ。すごい濃厚。スープのベースは醤油ベースらしいんですけども、もうね、香辛料が、ね、もう入りすぎてね、もう醤油とか味噌ちょっとよく分かんないですけども、あれ入ってる具材はね、これ、ほうれん草、卵、もやしにチャーシュー、いろいろ入ってますけども、 これは 豚バラですかね。これ豚バラ、はい、これ豚バラ、うん、これね、スープが辛い分、この肉の豚バラの肉の甘みより引き立ちますね。これやばい、あ
もう一個もらってもいいですか。すいません辛いこれこれちょっと冷まそう。スケール付きを与えないかな。これちょっと辛いからちょっと卵でいらしましょう。ちょっと辛さを嫌そう。卵も辛い。開始5分少々でもうこのざまですよ。辛い。もう体中の毛穴と毛穴から汗がシャタロしてました。時間が経てば経つほどね、この胃にこう胃が燃え上がるように胃がチクチクしてきました。とりあえず麺だけは完食する。麺はちょっとスープはねちょっといけるか分かんないですけども頑張る。限界まで頑張ります。最後の麺これ食べよう。これで、まさに氷河が溶けるほどの激辛。
でね、麺と具材は食べ終えたんですけども、残りスープ。いやー、スープ。スープはいけんわ。参りました、ごめんなさい。麺と具材は食べ終わったんですけど、このスープの牙城を崩せなかった。ごめんなさい、ギブアップ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルを発表していきましょう。せっきラーメン高田のママ店さんの評価ラーメン、辛さ5倍、辛さレベルジャンジャン、辛さレベル 9.5 です。おめでとうございます。いやーもうね、このハバネロの強烈な辛み、そしてね、青唐辛子やら赤唐辛子、さまざまなこの唐辛子の辛みプラスね、山椒のしびれが、これがね効いてね、もうより辛さが辛く感じました。300度以上に熱したこのね、熱々のスープ、熱さでより辛さが2倍ぐらいになってましたけども、辛かった。唯一ねちょっとオアシス的な感じでね、あの豚バラがね、スープが辛い分、ちょっと豚バラの肉の甘み、旨味、いろいろねちょっとより、感じてね、まあ、豚バラ美味しかったです。なんかもうそれ以外ねもうちょっと辛すぎて、ちょっと食べるのに必死だったんですけども、辛さ調節できますんで、いきなりねちょっと評価ラーメン辛さ5倍やると、ちょっともしかしたらあのお腹痛めてしまうかもしれないんでね、牛乳とか飲みながら、お腹をケアして、挑戦してみることをお勧めします。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激化ブログ、ツイッターとかも更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。